でもってそれを生き返らせようとしていると。ああ、摂政丸様。ああ、摂政丸様、天聖が永遠に使いこなせますか。誰だ、わしの天聖画をへっしゃりやがったのは。ん、お前誰だ。誰だじゃねえよ。誰だ。あんた、ひょっとして刀鍛冶の東東斎か。明賀から聞いておる。お前が犬夜叉とカゴメの娘だの。化け殺しのモロハって呼ばれてる。わしは邪剣じゃ。以後、邪剣様と呼ぶがよ。ああ、小妖怪の邪剣だな。あれが小妖怪じゃ。様をつけ。あだ。それで、東東斎のじいちゃん、天聖画は元通りに直せるのが。誰に物を言っとる。あだ。3日もあればすぐに鍛え直してみせるわい。そうなの。なことはどうでもいい。ああ、こんなにされちまってかわいそうに。3日か。それでは間に合わんな。天聖画で蘇らせることができるのももってあと一刻。え、だから急場しのぎでも妖力の刃でやるしかねえ。せつなー。柵でもねえのに、トアの髪の毛が黒く。そうか、トアは全ての妖力を使っているからか。だけど、そんなことやってあいつ無事でいられるのか。伸びてきたぞ。こっから何を切れば。